どうもロチュン TV です。本日はですね、ドラゴンクエストダクト、こちらのゲームのリセマラ当たりランキング、リセマラをね、このモンスター引けたら終わっていいよっていうのをね、説明していきます。で、まずですね、今現時点である S ランクがこちらとなっています。結構ね、 S ランク多いです。このモンスター交換所 S っていうところに表示されている13体、プラスキラーマシーンのね、 S ランク14体が今実装されています。で、今回まず動画の構成としては、リセマラのね、どこでリセマラをやめていいかのライン、そしてリセマラランキングの発表、あとはね、課金者向け、無課金者向けとかね、いろんな個別の説明もしていきます。で、まずリセマラの終わっていいラインと妥協ラインっていうところなんですけども、今回ね、まあリセマラ、高速でリセマラする方法は前回の動画に上げているので、そちらも見てほしいんですけども、まあ結構リセマラ早く終わらすことができます。なので、まずリセマラのラインとしては S2 体以上を確保してから始めるっていうのがいいと思います。 S3 体だったらね、結構そのまま始めてもいいぐらいの引きができるので、私もね、 S3 体で始めました。まあ3体はね、結構確率低いんでちょっと時間かかるかもしれないんですけど、この S ランクをね、狙ったやつとか欲しいのを引けるタイミングってこのリセマラの時しか今のところないので、その後はね、 S ランクの排出確率が 3% になってるんで、狙ったのを引くのが難しいので、もし狙いたいモンスターがあれば、このリセマラの時に狙うっていうのがおすすめです。まあ本当にここでしか選んでは引けないからね。それを考えてリセマラするのがいいと思います。で、S3 体がまずはスタートラインはもう間違いなく始めてもいいとは思うんですけど、あとはね、S2 体でも始めてもいいかなとは思っています。で、この後ね、紹介するリセマラランキングに入ってるモンスター2体だったら、まあ始めてもいいラインに入ってくるんで、そこからね、まあランキング説明後にもまた説明していきたいと思います。ということで、リセマラランキングざっと説明します。こちらになっています。リセマラランキング1位がスライムレンペラー、2位がキラーマシーン、3位が鬼コンボ、4位が二軸デック、5位がベスキング、6位がワイトキングとしています。なんかいろんなサイトがあって、結構まずね、ワイトキングとかを1位にしてるとこもあると思う。ランク高くしてるとこもあると思うんだけど、ワイトキングね、実際強いんですけど、まあちゃんと詳細見たら、まあ実際強いんだけど、まあ1位っていう感じではないのかなと自分は思いました。で、まず1位から説明していくと、スライムエンペラーが1位にしています。まあこれはちょっとね、別枠みたいなところがあって、まあそうですね、ドラクエウォークとかで言うと悟りの杖みたいなところがあるんですけど、まずね、特技にスクルとエール、ベホマラーがあります。で、スクルとは守備力アップ、エールは1人に攻撃アップとかね、攻撃と守備力を上げていくっていう、バイシオンとスカラみたいな感じで、ベホマラーが全体回復なんで、これ回復のね、まあ、悟りの杖的な役目できる S ランク唯一のモンスターなんで、こちらを1位にしています。ただまあね、回復必要になるのは後々っていうところとかあったりして、まあ多分後々引いてたらめちゃくちゃ嬉しいモンスターになってると思うんで、これは1位にしてます。ただ、火力ではないので別枠にはなってくるっていうのが1個あります。なんでね、まあ1位と言いつつも、まあ火力ランキングではそこの中では除外されるんで、次のね、2位以降のモンスターが火力では強いモンスターとなります。いやでもこれね、引いておくといいのが、あともう一個が、このスライム系守備力 30% 上げるっていうリーダースキルがあるんですけど、これが後々生きてくると思います。で、あとね、ステータスもね、守備力86もあってめっちゃ高いんですよ。なんでこのスライムエンペラーはタンクとしてね、相手のヘイトを集めて、まあ、守備力このリーダースキルでも上げてって、最前線に置くことによって敵の攻撃を一手に吹き受けるっていうね、プレイもできるから、めちゃくちゃ硬くなる。その点でもね、まあ、将来的にも1位だと思っている。ただね、やっぱね、ワイトキングとか1位にしてる人が多くて、ま、ただね、本当にエンペラー1位だと思ってます、自分は。で、それは何なのかっていうと、このリーダー特性ね、スライムの守備力を上げるっていうのがあるんだけど、後々ダンジョン難しくなって、被ダメージが増えてくると、これがめっちゃ生きてくる。で、プラス、このゲームには、まあ、バトルロードっていうのがあって、スタミナゼロとかでね、周回できる、その、レベリングできるダンジョンがあるんだけど、そこって、その、スライム限定とかね、なんとかの種族限定とかでしか入れなかったりするので、特にね、スライム系パーティーってめっちゃ組みやすい。その中にこのエンペラー入れて硬いスライムパーティー作っていくと攻略も楽になってくるっていうのが多分あるんで、そこでね、このエンペラー1位にしてます。いや本当に強いと思う。多分スライムパーっていうのは無課金とか非課金の人にとっては
普通に組みやすくて強いパーティーになりそうな気はしています。ちょっとねまだ出たばっかりで言ってること間違ってることとかもあったりしたらコメント欄とか概要欄で修正します。なんだけどまあ多分1位で、次に2位にしているのがキラーマシーンですね。キラーマシーンは今回この SP スカウトのピックアップの方でしか出ません。普通のねガチャからはレギュラー SP からは出ない。でこのピックアップだけなんでここでステータスを見ます。でキラーマシンのリーダースキルが自分含む 5×5 マスのシャドウ属性物理威力を 20% 上げるというもので、まあ、自身もね、まあ、シャドウ斬りとかブリザーラッシュとか持っているのでこの自分のスキルも強化できるっていうところでキラーマシン火力も強いモンスターとなっています。であとはねこの SP スカウトしか引けないっていうところもランキングの上位のところで、まあ今後ねヒャドも生きる可能性、このイベントね最初のイベントでめちゃくちゃ活躍すると思うし2位にしています。火力も出ると思う。でプラスこのねモンスター交換所 S ランクっていうところ、ここで交換できないのでこのガチャから引くしかないっていうところからもランクが高くなっています。で対して他のモンスターはこのねモンスター交換所で交換することもできるので、その点ね欲しいのあったらここで交換で取れたり、まあ SP 武器みたいな感じでね常設のガチャで出てくるモンスターなのでキラーマシンは2位にしています。まあ普通に火力も強いと思う。で後からも説明するかもしれないんですけど、グレートドラゴンとシナジーがあります。グレートドラゴンの特技ブリザーラッシュ覚えてます。なんでこのブリザーラッシュも強化できるっていうところで、キラーマシンリーダーにしてサブでグレートドラゴン置くっていうのもね使っていけるんで、これねまあリセマラでキラーマシングレートドラゴンって出た場合はキラーマシンリーダーの中のパーティーに入れることができると思います。そして3位が鬼コンボですね。まあこれもね結構鬼コンボ上げてる人っていないと思うんだけど、まあめちゃ強いと思う。他にもまあワイトキングベスキング二軸ジャック、他さらにね強いのもあるんですけど、あとねテンタクルスとか入れてる人だったりサイトとかもあると思うんだけど、まあちょっと微妙だと思う。これ後で言うね。で鬼コンボが3位です。鬼コンボはねめちゃくちゃ将来性あると思う。将来性とか現時点でも強いと思います。でまず守備力が90にあって耐久にも優れている。で攻撃は物理型なんですけど、このね魔獣系物理力を 20% 上げる、このリーダースキルが非常に優秀だと思っています。まあまだね発売したばっかりだから分かんないっていうのはあるかもしれないんだけど、これ何が優秀かっつうとこの魔獣系ね、見てほしいんですけど、魔獣系 A ランクこちらアームライオンとキラータイガー、これが魔獣系なんですよね。でこのアームライオンとキラータイガーは移動力が4あるモンスターになってます。で同様にキラータイガーも A ランクで移動力4がある。でこのゲームにおいては移動力っていうものね物理パーティーで行く場合非常に重要になってくるので、このキラータイガーアームライオンと合わせて魔獣パーティーを組むっていうのが無課金未課金の人にとってはね A ランクの方が入手しやすいと思うので、ここでねパーティー組んでいくことができるということで3位にしています。いや本当に鬼コンボは強いと思う。まだねあんまり上げてる人いないから、これは多分ねそうなると思うんで、ぜひともね注目してみてください。はい、そして4位が二軸ジャックを上げています。二軸ジャックはね、まあ、リーダースキルメラ属性力を 10% 上げるっていうのがまあ強いんじゃないかなと思ってます。でこれメラ属性力なんで呪文でも、多分だけど呪文でもその物理でも、大義でも上げていくことができる、あとブレス上げていくことができると思うんで、まあこれはね非常に強いスキルとなると思います。で特にこのゲームはね、まあ、全体としての話なんだけど、この属性耐性だったり、まあ、あと相手 の耐性だったり弱点ね、それによってパーティー編成を変えていくゲームにもなってくるので、まあ、メラが効く的にはねこの二軸弱リーダーパーティーっていうのもいい、まあ、あとはね煉獄長を7位に上げてるんですけども、煉獄長を入れていってもいいっていうところがあって、そこら辺のシナジーが大きいので上位にしています。このね二軸弱と煉獄長はまあ一応逆にしてもいい。ランキングを煉獄長をまあ4位にしてもいいし、二軸弱と同等にね煉獄長も強いと思ってます。なんでちょっと7位に書いてる煉獄長を説明していくんですけど、こちらのモンスターは移動力が4ある、まあ S ランクの中で移動力4がこれだ、あとは移動力あるのはキラーマシーンが3移動力あるんですけど、4あるやつはこいつだけだと思います。なんでね移動力4で移動して、あとブレスでね長距離攻撃できるっていうところで煉獄長は強いです。まあちょっと育てないとダメなのが MP がね少ないから、育てないとね連発できないんだけど、育っていくとマジで強いアタッカーになると思います。であとはねそのメラ属性上げるのがいいのか、相手のメラ耐性を 25% 下げるのどっちがいいのかっていうのがあるんだけど、メラ耐性ねこれ下げることができるんで、この煉獄長と二軸ジャックはまあシナジー効果あって強いっていうところがあるんでランキングに入っています。
はい、そして5位がねベスキングです。ベスキングの優秀なところはこのリーダースキル、大義力を 10% 上げるというところですね。ベスキング自体もこの大義のねスキルを持っているので、自分自身の火力も上げていける。でさらにやはり先ほども言った種族がね、系統がスライムっていうところで、まあ、スライムバトルロードでもね使えるっていうところで、まあ、評価が高いです、自分の中では。だとね、ベスキングこのぶちかましというのもあって、これでね2マス後ろに移動させるっていうぶっ飛ばし攻撃があるんで、これもね使い勝手が良くなってくる可能性があります。なのでベスキングもかなりランキング上がっていて5位となっています。で次6位がワイトキングですね。ワイトキングは非常にリーダー特性が強力っていうことが言われてると思います。呪文威力を 10% 上げる。でこのゲームにおいては結構ね呪文が強い、その遠くから撃てる射程距離が長いっていうところで、呪文パーティーも非常に強力になるんで、やっぱりワイトキングはねみんな上げてくると思います。であとは敵がバギ弱点の場合とかにもね使っていけるんで非常に強力です。まあただ守備力がなくてね打たれ弱いっていうところとか、まあ、MV 問題とかも出てくると思うんで、まあ、そこら辺はね育てて使ってみてからっていうところになるかもしれません。であとはねバギ属性というとメタルドラゴンがいます。バギ属性力 10% 上げる。なんでまあこのバギーパーティーだったらメタルドラゴンもリーダーとしては優秀なんで、まあ、ランキングね7位までにしているのは一応半分まで、あとは7位以下つけてもちょっとね分かりづらいと思ったんで7位まで標準してるんですけども、メタルドラゴンもバギーパーティーにおいては強いと思います。なんでまあ全体のこととしては、あとね最後に言っていくと思うんですけど、今ね強いなって言ったモンスターに関してはこのリセマラのねあたりの中に入れてっていいと思います。でなんでこっからはねちょっとねあんまり今のところまだ未知数っていうところを紹介していきます。ヘルクラッシャーですね。まずはヘルクラッシャーはリーダースキルが敵の毒耐性を 50% 下げるっていうものなんですけども、まあ、毒がねそのイベントボスとかそういうのに効いてさらに強力だった場合は普通に強いモンスターになるんですけど、まあ、そこ未知数なんで、まあ、一風変わったキャラなんで、リセマラでわざわざ引くかっていうとまだねいらないかなっていうところのモンスターの一つとなります。なんでヘルクラッシャー、あとねまあ結構未知数なのがトロルキング。トロルキングは敵の攻撃力を 10% 下げる。これはねめちゃくちゃ進んだら強い可能性がある。めちゃくちゃ進んで敵の攻撃力が痛すぎる、攻撃力100とかみたいなこの基本強さみたいなのがあるぐらいのやつが来たら、そのパーセント 10% 下げるってことはその倍率が結構響いてくるから強くなるかもしれないんだけど、今だとスライム系ドラゴン系 30% 守備力上げるとかあるから、めっちゃ敵すげえ強いやつで攻撃力を下げて耐久していくって場合は使えるかもしれないんだけど、まあそれもねまだ未知数なんで、トロルキングもねまあ、一応このリセマラでは今の現時点では外れ枠っていう風にしてはいます。ただ悪魔パに入れるんでトロルキングはまああるかもしれない使い道は。であとはねテンタクルス、これなんだけど結構ねランキング高く当たりっていう風に言ってるサイトとかありましたね、見たら。なんだけどテンタクルスはね、まあ、そんなに将来性はないのかなと思っています。一応リーダースキルが物理力を 10% 上げるってやつで、汎用性が高くて使いやすいと思うんだけど、まあ、素のねステータスとかもあんまり特徴がないっていうのと、あとね一番はこの自然系ってとこですね。自然系がその最強パーティーに入ってくるかっていうと、やっぱりさっきのドラゴン系だったり、まあ、悪魔系だったり、あとはスライム系とかね、そこら辺がね強いパーティーになってくると思うから、最初にねテンタクルス当たりだっつって引いても後々の将来性っていう風に考えると微妙なのかなとは思っています。まあ外れではないと思いますけどね、 S ランクなんで。あとグレートドラゴンはそれの今挙げた中の外れ枠っぽいく言った中よりはちょっと強いです。これはブレス威力 20% 上げるっていうのがあるんで、ブレスパーティーとか組む場合にはリーダーもできるっていうことが強い。まあ、あとはねブリザーラッシュがあるからキラーマシンとも組める。キャド系弱点の敵に対しては非常に強いので使い道もあるし、アタッカーとしても優れてるんで、これはねまあまあ結構いい枠のランクになるとは思います。で同様にカイザードラゴンですね。カイザードラゴンはもう普通に強くてランキングに入れたいぐらいだったんだけど、リーダースキルがドラゴンの守備力を 30% 上げるってもので、これはあのスライムエンペラーと同じでね、まあ結構後の方のダンジョンでドラパ組むときにリーダー張るっていうこともできると思う。だから非常に強いと思ってる。ただドラゴン系のドラパを組むのってなんか後々ってまたね S ランクのドラゴンとか出てくると課金者向けになると思うんだよね、将来的に。なんでランキングには入れなかったです。その点で言うと、まあ鬼コンボとかね
あとスライムエンペラーとかのスライムパー、魔獣パーの方が無課金向け、無課金、未課金向けだと思うんで、ランキングには入れませんでした。ただ強いと思ってます、これも。当たり枠だと思います。で、その要因の一つとしては、デインとイオもできるっていうところがあります。で、二属性のね、攻撃ができるっていうところも強い。このゲームはやっぱね、弱点とか耐性が一番大事になってくるのが最終的にはなるんで、デイン系がね、やっぱりドラクエでは、メジャー属性で弱点のね、すげえ強敵とかボスとか、大ボスとかにデイン効くとかがありそうなんで、カイザードラゴンは当たり枠だと自分的には思ってます。まあ、それもちょっとやっていかないとダメなんで、まあ、今回のランキングね、結構暫定ではあるんだけど、カイザードラゴンもね、まあ、強い方だとは思います。むしろ結構ドラパでは必須だと思います。まあ、そんな感じでリセマラランキングだったんですけども、まあ、ヘルクラッシャー、トロールキング、あたり、あとテンタクルスはまあ当たり枠と言ってもいいんだけど、まあそこら辺抜かした S3 枚とか出たらリセマラガチでやる場合は終わってもいい。それがラインです。で、あとは自分おすすめはスライムエンペラープラス他の S ランクが出たらスタートしてもいいと思う。まあ、スライムエンペラーとベスキング引いたりしたら一番スライムシナジーがあるからいいし、スライムエンペラーと今このランキングに上げたね、まあ煉獄長とかでもいいし、あと火力として強いね、やつらを上げてってもいいと思う。あ、ていうか、アークデーモンを紹介してなかったかもしれない。アークデーモンは MP 消費 10% 下げるってやつで、まあ、即効性はないっていうところで、微妙だとは思うんだけど、まあ、これがね、後々生きる可能性はある。だから、アークデーモンはそんなに俺は評価は高くない。なんだけど、普通に魔法アタッカーとして使えるんで、ワイトキングパーティーとかに入れるんだったら、アークデーモンがその魔法アタッカーとして生きる場合もあると思います。ただ、リーダーの、ね、このスキルはね、まだ未知数。めっちゃ長期戦することがあったら、この MP、下げるやつがね生きるかもしれないんだけど、まあ純粋な魔法アタッカーって感じが今はしてる。ただイオ系が強い可能性はあるということでね、これ忘れてた気もするからちょっと言ってるんだけど、まあこういう風にね説明した中で、まあリセマラ終わりランキングは S3 枚だったら俺は終わってもいいと思います。で、あとはスライムエンペラーを中心としてなんか強いね、カイザースライムエンペラーとか引けてもいいし、まあそうだね、二軸弱エンペラーとかでも、まあ他でも鬼コンボとか何でもいいけど、その強いって言ってた上位のやつプラスエンペラーが引けてたらね、S2 枚でも始めてもいいと思います。まああとはエンペラーいなくてもね、この中で火力出る。あとシナジーがあると特に良くて、キラーマシーンプラスグレートドラゴンとかだったらかなりいいし、スライムコンビ、ベスキングとエンペラーでもいいし、あと二軸弱煉獄長とかもね、シナジーがあると思うんで、そこら辺でやっていくのもいいし、まあ、ワイトキング、アークデーモンとかね、そのコンビでも引けてもいいと思うし、まあコンビじゃなくてもね、S ランク2枚で、その強い自分が欲しいモンスターだったり、強いモンスターが入ってる S ランク2枚から始めるのがいいと思います。で、まあ最初に言った通りね、スカウトね、このね、リセマラできるのって最初だけで、狙ったやつ聞けるのって最初だけ、まあ特にキラーマシンはそうだし、まあ交換できるからね、後々交換はできるかもしれないけど、まあ最初、序盤有利に進めるためにも、リセマラ S ランク2枚以上から始めていくっていうのをお勧めします。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ちょっと早口になったんだけど、まあ本当にね、地味にね、まあキラーマシンも強いし、鬼コンボが強いと思ってます。鬼コンボ魔獣パのね、やっぱ A ランクも見ていくっていうのが大事で、 A ランク他にも別に魔獣以外もいるんだけど、やっぱりね、移動4の魔獣がマジ強いと思った。そこら辺から、まあ魔獣パで、あとはね、ワイトキングも上位にランクインしてて、まあ魔法使えるやつだったらね、入れていけるから、それも強いと思う。で、属性によってね、変えればいいから、呪文ダメージアップっていうのも汎用性があって強い。だからワイトキングもちょい上でもいいんだけど、まあ自分はこんな感じにしました。まあ、ちょっとね、二軸弱から、二軸弱、ベスキング、ワイトキング、煉獄長あたりはね、結構変えてもいいし、上下すると思う。入れ替えもある。ワイトキングがじゃあ4位ぐらいでもいいよっていうのがあるんだけど、まあちょっとでも参考にしてみてください。あとね、この A ランク見るのが大事だと思ってて、シルバーデビルとかめっちゃ強いから、その呪文パに入る。このデイン呪文とね、イオ呪文あるから、になってます。いや、この A ランクもね、見ていくのも多分大事なんで、A ランク攻略とかも出していきたいし、無課金、未課金の人でも結構攻略できるっていう動画をね、これからも上げていきたいと思うんで、よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ということで、のっちん TV でした。ここまでご視聴ありがとうございました。それでは、またな。バイバイ。